ゴリオヤさん、ゴリオヤさん、ゴリオ爺さん、フツ、ルピアー・ゴーヨは、19世紀フランスの文豪、オノレド・バルザックにより、1835年に発表された長編小説で代表作。作品集、人間喜劇のうち、私生活情景に収められた。1819年のパリを舞台に、小煩悩な年寄りゴリオ、謎のお尋ね者ボートラン、ウブナ学生。 ウージェーヌ・ラスティニャックの三人の息の絡み合いを追う。大衆受けする作品で、しばしば映像化や舞台化がなされている。また、サマセット・モームは、世界の十大小説の一つに挙げている。なお、この作品の影響で、ラスティニャックは、フランス語で、出世のためならどんな手も使う野心化を指す、代名詞となった。1834年から1835年に、 かけて、連載小説として初めて世に出て、以来、ご利用屋さんは、バルザックの作品中で最も重要なものと広く考えられている。まず、著者が、それまでに書いた、他の小説の登場人物を、また登場させるという、バルザックの作品を特徴づけ、人間喜劇を、文学の中でここをなら占める手法、いわゆる、人物再登場法を、 初めて本格的に採用した点で特筆される。また、この小説は、登場人物及びサブテキスト、いわゆる行間の表現を作り上げるためにかすかに、イリサイにほじった表現をいるバルザックの写実主義の典型としても有名である。本作では、ブルボン家による王政復古の時代を舞台に、上流階級の座を確保しようともがく、人々の姿があまねく描かれている。 パリという都市も登場人物たち、特に南フランスの片田中で育った青年、ラスティニャックに対して強烈な印象を与えている。バルザックはゴリオや他の人々を通して家族や結婚の本質を分析し、そういった制度を悲観的に描いてみせた。バルザック自身もこの作品を気に入っていたが、批評家から様々な方言を受けた。 作家の描く複雑な登場人物や細部への注目に対して商用する批評もあったが、堕落した行為や、貪欲の描写の多さを非難したものもあった。ゴリオヤさんは、1819年にナポレオン一世のワーテルローでの敗北後、ブルボン家による復興生が始まった後のこととして話が始まる。当時、ルイ18世と共に復古された、貴族生と、 産業革命によって没効したブルジョアジーとの間で緊張が高まっていた。そしてフランスは圧倒的な貧困に使った仮想階級の存在によって社会構造の緊迫を経験していた。ある推計によれば、生計を立てるのに必要な最低額である年五500から600フランの収入に満たないものがパリの人口の4分の3近くに上ったという。だが同時に この激動は過去何世紀も続いたアンシャンレジームの下では考えられなかったような社会的地位の変化を可能にしていた。この新しい社会のルールに自分を進んで合わせた人々の中にはつましい境遇からより上層へと登ることのできた者も,のもいたがもちろん古くからの優緒正しい止める者たちには意味嫌われた。バルザックがごリ用屋さんを執筆した1834年の 辞典で彼はすでに生計のために偽名で書いた一連の乱造小説を含めて数十冊の著書をものしていた。1829年に初めて本名でフクロウ島を出版してからもルイランベール1832年シャベール大佐同年荒川1831年と名作を発表している。この頃までにはバルザックは自分の作品を後に 人間喜劇と呼ばれることになった作品集としてまとめ始め、19世紀初頭のフランスの様々な顔、側面を表現するものとして分類していい、人間喜劇の功を参照。バルザックを魅了した様々なフランスの顔の一つが犯罪者の生き様だった。1828年の冬にペテンシから警官へと転身したフランス人、ウージェーヌ・フランソワビドックの回想録が出され、 犯罪的な手柄の数々が詳しく書かれたためにセンセーションを巻き起こした。バルザックは1834年4月に彼と会い、当時構想中だった小説の登場人物、ボートランのモデルとした。バルザックが自分の娘たちに拒絶された父親の悲劇に取り掛かったのは1834年の夏のことだった。バルザックの日記には数行の右のようなプロットが 日付なしで記録されている、ロンゴリオの主題、善良な人物、中流下宿の住人、年収は600フラン、年収5万フランの娘たちに、全財産を、捧げ、のたれじにする。バルザックは、秋の40日ほどをかけて、文案を練り、12月から翌1835年の2月まで、パリ評論市場に連載した。三月には、ウェルで出版社から出版、月には、 第2版が出た。第3版は大幅に改訂されて1839年、シャルパンティエが出版している。バルザックには出版社から渡された構成釣りにおびただしいメモを書き込む癖があり、そのために彼の小説は版を重ねるにつれて初期のものとはかなり違うものになることがよくあった。ゴリオヤさんの場合は登場人物の多くを彼が以前書いた小説で、 登場した人物に差し替え、また詳細な描写を盛り込んだ、新たなパラグラフを付け加えた。ウージェーヌ・ドラスティニャックは、初期の哲学的幻想小説、荒川では、老人として登場した。ゴリオヤさんの最初の文案を練っている時は、登場人物に、マシアックという名を付けていた。しかし、不意に荒川に登場させた、同じ人物を使うことに決め、他の登場人物も、 同様に変更されていった。バルザックが人物再登場を構造的に用いたのは、これが初めてだった。これを深く厳格に実践することで、彼の小説は特徴的なものとなっていった。1843年に、バルザックはゴリオヤさんを人間喜劇中のパリ生活情景に収めた。しかし、 すぐ後になってこの小説が個々の登場人物の人生に深く焦点を当てたものであることから引く私生活情景に移すことにした。人間喜劇の中で彼が立てた枠組みと収められた小説はバルザックが社会全体を叙述するため混乱の極みにある社会を映し取り尽くすための創作の試みあった。この時点ではまだ彼は風俗研究と名付けられた。 人間喜劇の小さな先駆けしか準備できていなかったが、しかしそれぞれの作品が彼の計画の中で占める位置を慎重に勘案しながら、しばしば構成をし直していたのだった。小説は、パリ、ヌーブイコールサントイコール、ジュヌビエーブ通り、ゲントゥルヌフォール通り、ごにある下宿やボケール館の延々と続く序述から始まる。この館の住人の中に、法学生、 ウージェーヌド・ラスティニャック、ボートランという名の謎めいた、アジテーター、そして隠居したバーミセリ作り、製麺業者のジャン・ジョア・シャン・ゴーという老人がいた。この老人はいつも他の下宿人たちからあざけり笑われていたが、彼らはほどなく、この老人が上流階級についだ二人の娘に金を苦面するために破産してしまったことを知る。南フランスからパリに登ってきたラスティニャックは、 上流階級に憧れを抱くようになる。なかなか上流社会に適合できずにいたラスキニャックは、いとこで、社交界の花形だった、ボーセアン子爵夫人に、書生術の手ほどきを受ける。彼女の紹介で知り合ったゴリ老屋さんの娘の一人、デリフィーヌド入信源に彼は惹かれていき、田舎でつましく暮らす家族からの、泣けなしの送金を使い込んでしまう。一方、ボートランは、 ボケール館に住む娘、ビクトリーヌを恋するように、ラスティニャックに、しきりに進める。兄のせいで幸せをつかみ損ねているビクトリーヌのために、ボートランは決闘で兄を殺して、ラスティニャックの前途を開こうと言い出す。ラスティニャックは、ボートランの計画に乗ることは断るが、上流社会での現実的な生き方をしろという教えは、心に留める。やがて住人たちは、ボートランが、 お尋ね者で、トロンプラモール、不死身と呼ばれる悪党の親玉であることを知る。ボートランは仲間を使って、ビクトリーヌの兄を殺害させるが、その当日自らも住人の前で警察に逮捕されてしまのだった。一方ゴリオは、ラスティニャックが我が娘を恋していることには、好意的であり、その娘デルフィーヌが夫に敷いたげられていることに怒りを覚えていた。ところが、 もう一人の娘、アナスタジーが恋人の借金のために家の宝石を売ってしまったことを知ると、この老人は自分の無力さに打ちひしがれ、悲しみのあまり率中になってしまった。ゴリオは死の床にありながらデルフィーヌにもアナスタジーにも見舞ってもらえず、娘たちの不幸に激怒しながら死んでいく。ゴリオの葬儀に列席したのはラスティニャックと絵室会のクリストフ。 それに二人の雇われなき男だけだった。葬儀が終わるとラスティニャックは、ペール・ラシェーズ墓地の高みに登り、明かりの灯り始めた夕暮れのパリ、バンドーム広場の円柱とアンバリッドの丸屋根に、挟まれたあたり、自分が入り込もうとする、上流者公会が生息している場所を見下ろす。デルフィーヌド入信源のところへ晩餐を取りに行くことに、決めた、彼は、パリに向かってこう叫ぶ。さあ今度は、 お前と僕の番だ。エーヌース・ドゥ・エモンノン。ゴリオ屋さんにおけるバルザックの文体はアメリカの小説家ジェームズ・フェニモア・クーパーとスコットランドの作家ウォルター・スコットに影響されている。バルザックはクーパーのアメリカ先住民の描写の中に文明家の努力にもかかわらず残っている人間の野蛮性を見ている。1835年第版の序文でバルザックはゴリについて 上が蔓延する時代にバーミセリを売って財を成したゴリオは小麦取引をするイリノイ族穀物市場のヒューロン族だという。また、ボートランにパリは二十の蛮族がひしめき合う新世界の森のようだと語らせており、これもまたクーパーの影響である。スコットもまたバルザックに深く影響を与えており、ことに実際の史実を 小説の背景として使う点においてそれが言える。ゴリオ屋さんにおいて歴史が中心にあるわけではないが、ナポレオン後の時代ということが重要な設定になっている。バルザックの最新なディテールの使用という点もスコットの影響を受けている。1842年の人間喜劇少女においてバルザックはスコットを現代のトルバドール、助長詩人であり、文学に 過去の精神を吹き込んで生きたものにしたと称えている。しかし同時に彼は、このスコットランドの作家を、歴史をロマン主義的にしか解釈しなかったとして批判し、自己の作品では人間の本質をより総合的な立場から捉える、ことでスコットから決別使用している。この小説がミステリーと呼ばれることがままあるが、実際には推理小説でも探偵物でもない。 むしろ最も重要な謎は、苦しみの源泉であり、卑怯な振る舞いの動機である。登場人物たちは、断片的に登場しては彼らが何者なのか、小さな手がかりを残して、すぐにいなくなる。例えば、ボートランは、何度も物語中にさっと現れ、ラスティニャックに忠告を提供してみたり、ゴリをからかってみたり、絵室会のクリストフに、夜中に自分を家に入れるようにマイナイをやってみたり、 というようなことが悪党の資料だと明かされる前描かれる。こういった手法で人物を舞台に出入りさせるのが人間喜劇を通してのバールザックによる登場人物の起用法なのである。ゴリオヤさんはまた純粋な青年がこの世の生き方を学んでいく教養小説とも理解されている。ラスティニャックはパリ社会の真実と成功の秘訣をボートランやボーセアン夫人やゴリオ その他の人々に教えられてゆく。はじめはごくありふれた人間であり、彼はこの社会のきらびやかな表面の下に、潜むぞっとするような現実から、コピー目に合う。しかし最後にはそれを我がものとするのである。彼は、当初の目標である法律の勉強をそっちのけで金と女性を出世のための道具として追求していく。ある意味でこれは、バルザック自身の社会勉強を反映している。 彼も三年間法律を学んだ挙句、それを嫌をするようになっていたのである。ゴリオヤさんは、バルザックの代名詞とも言える、人物再登場法を初めて採用した重要な作品として知られる。以前の作品に登場した人物が、後の作品に、普通は、全く異なった年齢となって、再登場する。バルザックは、ラスティニャックを再登場させた効果に満足して、 初版で23人を再登場させている。これは、版を追うごとに増加して最後は48人になった。バルザックは、ゴリオヤさん以前にもこの手法を使ったことはあったが、そこでは常に、早くとして、以前とうり二つの人物として登場させていた。ラスティニャックの登場によって初めて、バルザックの作品は、ある一つの小説がそのまま、別の小説に再登場した人物のバックストーリー。 人物系となった。バルザックは人間喜劇に取り組んだ30年間を通じてこの方法を実験し続けた。この方法によって人物設定は単に人物描写や会話で行われる以上に深いものにできた。評論家のサミュエル・ロジャースは次のように述べている、ある人物が再登場するとき、彼はそこにいるだけではない。彼は自分の私生活の秘密と共に現れる。 それは長い間我々が見ることを許されなかったものなのだ。読者がしばしば困るのはバルザックの作品世界に登場する人物の膨大さでそのおかげで大切な物語の筋を見失ってしまうように勘たりする。推理小説家のアーサー・コナン・ドイルは決してバルザックを読もうとしなかった。彼はどこから読み始めていいものやらわからないからであったという。 この登場人物を再利用するというやり方は、ゴリオ屋さんの筋立てそのものにも影響を与えている。ニュシンゲン男爵が再登場する、ニュシンゲン銀行、1837年で明らかに、されるのだが、彼の妻デルフィーヌとラスティニャックのジョージは、実は、男爵自身が計画し、お膳立てしたものだったという。この新たな主催が、ゴリ用屋さんの中の三人の行動にさらなる光を、 当てることになる。つまりこの小説は、後から書かれた小説の内容によって、さらに進化するのである。バルザックは、非常に細々とした、溢れるほどの詳細さで、ボケール館、住人たち、それを取り巻く世界を描写している。この手法こそ、彼が、レアリスム小説の父と呼ばれる、ゆえんなのであ。この詳細な描写は、もっぱらボケール館の住人たちの困窮ぶりを、 浮かび上がらせている。これに対して、富裕層の家庭の描写ははるかに雑である。ボーセアン主尺夫人の部屋はさらりと触れるだけ、入信ン,ン家の生活についての描きぶりも、司祭さとはほど遠い。小説の冒頭でバルザックは、英語で、all is true、すべて真実なのだと断言している。登場人物と設定は加工であるものの、 描かれている細部は引く、当時のパリの現実生活を反映したものであるだが、ボケール館の世界を忠実に表現している。ヌーヴイコールサントイコール、ジュヌビエーブ通り、そこに、ボケール館があったは、家い々えいえに、ぞっとするような外観を与えたが、それが高い壁を持つことから、牢獄を示唆するものであった。屋内の長度は、粗末な今、これ以上に憂鬱になる場所はないから祝祭を描いた。 壁紙、郊外の小さな食堂でもそんなも使わないような紙まで、まずい食事で有名な絵を飾る皮肉な装飾が微細に除術されている。バルザックはこれらの細部描写を壁紙張りの修行をした専門家の友人イアさんとドラトゥーユから教わっている。ボケール感は、そのぞっとするような下宿感独特の匂いについてまで描写されている。ゴリオ屋さんの主要テーマの一つに、 社会清掃、ある社会の構成員の中で、各自が持つ権力や富の差によってできた社会的地位の文化を知り、そこを上昇していくことの追求がある。ルイ18世が採下した1814年検証によってできた法治国家は、フランス国民のうち最も富を持った、ごく一握りの集団にしか選挙権を認めていなかった。そんな状況の下でラスティニャックが抱いた社会的地位を、 得たいという意志は、彼の個人的な野心というだけではなく、自らも生態に参加したいという意志の表れだった。スコットの小説の登場人物と、同様、ラスティニャックは、その言葉も行動も、彼の生きていた時代の時代精神である。バルザックは、登場人物の言動と彼自身の語りによって、当時の社会の中にある、社会ダーウィニズム的思想を赤裸々に描いている。 ボーセアン主釈夫人は、ラスティニャックに明け透けに言う、冷徹に計算すればするだけ、あなたは出世できるわ。無慈悲に殴れば、周囲からは怖がられることでしょう。あなたにとって、馬車場程度の価値しかない人間なら、相手がへばらないうちにとっとと乗り換え、用がなくなれば、道に置き去りにしなさい。そうでなければ、望みなんて叶えられないの。そして、いいこと あなたは女性に好かれなければ何にもなれない。それも若くて財産がある。世俗の女性に。でも、もしあなたの方が好きになってしまったら、それは大事に鍵をかけてしまって、誰にもわからないようにすることね。さもないと終わりだわ。あなたは死刑執行人の座を滑り落ちて、死刑囚になってしまうでしょう。万が一愛するようなことがあるなら、決して秘密は漏らさないことね。この姿勢は、 ボートランには一層はっきりと見られる。彼は、ラスティニャックに言う、今の君には説明もつかないくらいの大成功を収めたかったら、決してバレないように犯罪を行うことだ。バレないということは、完全にうまくいったということだからな。この言葉はしばしばこう言い換えられてきた、大成功の陰には、大犯罪がつきもの。この小説が描いた、社会清掃は、 おそらく当時のヨーロッパで最も中密な都市だったパリ独特のものである。ラスティニャックが毎日そうしたように何区画か歩くだけで読者は全く違った世界に入り込む。これは主にそこに住む人の階級の違いから来るものである。ブルボン復興政時代のパリは階級によって住む場所がはっきりと分かれていた。ゴリオ屋さんには そのうち典型的な三つの地区が登場する。ブールバール・サンジェルマン周辺の貴族地区、諸星コールダンタ単ン通りの新興ブルジョアジーの住宅地、そして、モンターニュ・サントイコール、ジュヌビエーブの東斜面にある不健全な地域である。パリのこれらの地区は、ラスティニャックが支配したいと望んだ世界そのもの、一方、ボートランの方は誰にも悟られないように、こっそりとそこで仕事をしていたわけだがだった。 田舎での純粋な青年の常として、ラスティニャックはこの世界に新たな家庭を求めたのだった。パリは彼に遥かな故郷の家族を捨て、自分を都会的な冷酷な人間に作り変える機会を提供していい。ラスティニャックが、でエジプトのごとく、パリにやってきたように、多くの人々が、このフランスの首都へと集まり、1800年からの30年間で人口は倍化した。このように、 この小説の本質は、その舞台となったパリとは切り離せないところにある。評論家のピーター・ブルックスによれば、パリは、この小説に、独特の調べを与えている不気味な存在でる。ラスティニャックもゴリオも、自らの欲望のために転落あるいは腐敗してしまった、人間の代表である。ラスティニャックは、彼の凄まじい出世欲という点で、ファウストと、またボートランは、 メフィスト・ヘレスと対比される。評論家のピエール・バルベルによれば、ボートランのラスティニャックへの説教は、人間喜劇中で、そして無論世界の文学の中でも、最も素晴らしい場面の一つである。社会的混乱の中にあるフランスは、ボートランにとって、立身出世主義を実現するための遊戯場であり、彼は、ラスティニャックに、自分に習うようそそのかすのである。ボートランは、 手段や方法を説明したに過ぎなかったが、結局ラスティニャックの心はより大きな社会の仕組みに負けることになる。ボートランの殺人の申し出は断ったものの、上流社会の根底にある野蛮な原理に屈してしまう。小説の終わり近くで、彼は友人の意志、ディアンションにこう言う、僕は今地獄のただ中にいる。そしてそこにいる他手はないんだ。ラスティニャックが、富と、 社会的地位を望んだのに対して、ゴリオが望んだのは、娘たちの愛だけであり、ほとんど偶像崇拝に近いものだった。ゴリオはブルジョアだったから、小取引によって富を得たのであり、決して貴族のような本源的蓄積による蓄財をしたわけではなかった。しかし、貴族や上流資本家に嫁いだ娘たちは、彼の財産をありがたがりはしても、 決して公的な形で父親に会おうとはしなかった。彼は物語の終わり頃、死の淵に臨んでさえも残りわずかな泣けなしの所持品を娘のために売ってしまう。家族の関係は二つの類型に分けられる。結婚による中退は主にマキャベリスというところの経済的な目的を達するものとして働く。一方、親が子供たちに果たす義務は 犠牲や剥奪という形をとる。ゴリオの下の娘デルフィーヌは、金儲けには、抜け目のない銀行か、ニュシンゲン男爵と愛のない結婚をする。夫のニュシンゲンは、デルフィーヌの不義を知ると、それを口実に妻から金を巻き上げてしまう。当時のフランスは、夫婦別産制一方姉のアナスタジーは、レストを伯爵と結婚するが、伯爵は、妻の産んだ、死生児たちのことよりも、 その浮気相手に貢ぐために、彼女が売り払った宝石の方が気にかかるのである。結婚を権力の道具として描く。このような描写は、この時代の不安定な社会構造が生んだ厳しい現実を再現している。一方、親は子供たちに与え続ける。ゴリオは文字通り娘たちの犠牲となった。バルザックは作品中でゴリオが娘たちのためにかぶり続ける苦しみを指して、 キリストの不正と呼んでいる。娘たちが社会的地位を追い求めて父を見捨てたことで彼の惨めさは倍化する。小説の長尾を飾るゴリオの死の床と防戦案、死者夫人の華やかな舞踏会、そこに彼の二人の娘とラスティニャックも出席しているタイのコントラストは社会と家族の根源的な不和を暗示している。ゴリオの娘たちの配信行為は しばしば、シェイクスピアの戯曲、リア王の登場人物と比較される。発表当時、バルザックは盗作だとまで言われたことがある。評論家のジョージ・セインツベリーは、この類似について、ゴリオの娘たちも、父親殺しという点では、リア王の娘ゴネリルとリーガンに異ならないと述べている。しかし、ハーバート・ J ・ハントが指摘するように、ゴリオの物語は、ある意味で、より悲劇的である。 それは、彼には、リーガンとゴネディルはいたが、コーディリアはいなかったからである。ラスティニャックの家族も、また、彼のための犠牲となる。彼は、金のあるところを見せないと立派な地位にありつけないと、信じ、家族に手紙を書いて、金の無心をする。古い宝石を売ってください、お母さん。すぐに新しいのを買って差し上げますから。彼に言われるままに送金し、 小説で直接書かれてはいないが、家族は、その結果ひどい困難に見舞われる。犠牲を強いられたにもかかわらず、彼らは、息子がパリにいる限り、より一層夢を見るのだった。ゴリオとボートランは、ラスティニャックに、父親のような振る舞いをするが、しかし最後には二人ともいなくなり、彼は一人ぼっちになる。ゴリオ屋さんは、バルザックの最も重要な小説であると広く、考えられている。 フランス文学に与えた影響も大きなもので、小説家フェリシアン・マルソーは我々は皆ゴリオヤさんの子供だと述べている。ブルックスはその形式の完成度、取った方法と得られた結果の経済性について言及している。マーティン・ケインズは著書ゴリオヤさん混迷した世界の解剖の中で人間喜劇におけるようとなる存在と言っている。またアンソニー・ピューの大著、 バルザックの再登場人物の中での中心的テキストとされ、ボケール間の詳細について、〇〇一章を使っている。フランス文学研究にあたり、これほど影響のある小説なので、翻訳もまた多くの言語で何度も行われている。バルザックの電気作家であるグレアム・ロブは、ゴリオヤさんは人間喜劇ので、英語で安心して読める小説の一つだと述べている。 発表当初の評判は、好編章半ばであった。バルザックを、盗作呼ばわりしたり、細部にこだわりすぎたり、上流社会を単純に描きすぎて、読者を混乱させているというものもあった。登場人物のいかがわしいモラルを攻撃し、バルザック自身がそういったモラルを擁護していると、断罪するものもあった。作品中に、高潔な考えの人物があまり出てこないと言っても、非難された。 バルザックは1835年第二版の序文でこれらの批判に応えてご利用について次のように書いた哀れな男。財産をなくしたからといって娘たちに拒絶され甘つさえ批評かどもにまで不道徳だと言って拒否されるとは。しかし当時でも肯定的な評価は多かった。女性新聞紙はバルザックの目は狡猾な蛇のようにすべてお見通しであり。 女性の最も奥にある秘密まで探り当てていると評している。劇場評論では彼の細部を描く素晴らしい技術を褒めている。書評の多さがこの本の人気と成功を物語っている。ある出版社による批評ではバルザックを警防作家として退けているが、その将来を短いが栄光に包まれ羨むべき経歴と予言していた。バルザックもこの作品は 大いに誇らしく思っており、最終版が出る前にこう語っている、ゴリオヤさんは非常な成功だ。どんな敵もこれには膝を屈してきた。私はすべてを友人のみならず、私を妬む者をも征服した。彼はいつもの例として番を重ねるごとに内容も改定した。しかし他の作品と比較すると、ゴリオヤさんはまだ初版の姿を大きく変えずにいる。 発表されて以来、この小説は何度も舞台化されている。1835年、まだ発表の数ヶ月後に二つの舞台化が行われて、人気を支え、バルザックの大衆的人気を増した。20世紀にもいくつもの作品が制作されている。ジャック・ド・バロンセルとトラバー・スベールによる、脚色のもの、パデラ・スセル演出の名作劇場、アメリカのテレビドラマシリーズ作品などがある。 21世紀にもジャンイコール・ダニエル・ベルハージェの監督作品、シャルル・アズナ・ブールがご利用を演じているが作られている。前述のように、ラスティニャックという名は、フランス語では、どのような対価を払ってでも、社会の階段を這い上がろうとする人物の象徴として、使われている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。